ジェニファー・ジェイソン・リーはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッド出身。父親は俳優のビッグモロー。母親は女優で脚本家のバーバラ・ターナー。両親ともにユダヤ系。姉のケリーはプロデューサーになった。父親の違う姉妹であるミナも女優。子供の頃から早くで映画に出ていたが、ティーンエージャーになって。 本格的に演技の勉強を始めた。1980年に他人の目で映画デビュー。役柄ごとに徹底的にリサーチすることで知られる。1990年に出演したブルックリン最終出口マイアミブルースの2作品で役柄のかなり異なった勝負役を演じ、ニューヨーク映画批評家協会賞助演女優賞及びボストン映画批評家協会賞助演女優賞を 受賞する。1994年には、ミセス・パーカー、ジャズ・エイジの花では、第29回全米映画批評家協会賞と第7回、シカゴ映画批評家協会賞で、主演女優賞を受賞したほか、ゴールデングローブ賞主演女優賞に、ノミネートされる。1995年公開作品、目標では名女優、キャシー・ベイツと互角に渡り合う演技を見せた。2015年、 クエンティン・タランティーの監督作品、ヘイト・フル・エイトで連行される、罪人役を演じ、アカデミー助演女優賞にノミネートされる。2001年公開のアニバーサリーの夜にでは、俳優のアラン・カミングと共同で監督、脚本も手掛け、第54回カンヌ国際映画祭ある、視点部門に出品され、インディペンデント・スピリット賞にもノミネートされる。夫は、映画監督のアバームバック。 2010年には離婚を申請しているとの報道があり、2013年に離婚、ありがとうございます。